江田吉上洋文久2年8月14日は、江戸時代後期の幕末に活躍した佐賀藩の思想家、教育者、国学者、藩校行動官の教諭。外務卿、内務大臣を務めた、添島種臣は辞邸。本名は、教主。佐賀の尊能派の中心的存在。佐賀藩の藩校、行動官の教授であった、江田吉南郷主、明の長男として生まれる。 幼児期より振動と称され、20歳の時には、江戸の小平校に学んでいるが、ほどなく社長に押されている。また、感覚に変調した内容に異議を唱え、国学を学ぶことを認めさせた。早くから、儒教や趣旨学の教えに疑問を抱いており、佐賀藩の哲学である、葉隠れをも否定したと言われる。26歳で帰郷してからは、 行動官の教諭や重物方などを務める傍ら、七南号の唱えた日本一訓論を受け継ぎ勤労運動を行った。1850年には、義裁同盟を結成。天皇を中心とした政治体制である、律令制などの知識を伝授するなど、反論をそんなお東幕に向かわせようとしたが、藩主、鍋島直政を動かすことはできず失敗している。なお、 この二歳同盟からは、実定の添島種臣のほか、大隈重信、江藤新平、大北加藤、東吉武ら明治維新に大きな影響を与えた人材を多数輩出しており、佐賀の吉田松員とも言える人物である。また、三戸の藤田東子と、東西の二欠と並び称された。1863年、これらにかかった妻を看病するうち自身も罹患し、死去。 去年41、墓所は佐賀市本城町の高伝寺。1911年14位を追蔵された。神尾は律令制を学ぶことを奨励したが、彼の教えを受けた江藤新平や大木高藤は法整備に活躍した。また、明治政府が当初導入した大城管制は添島種臣が寄贈したものであるが、ここにも神尾の影響が見られている。 タジリ左辺、増衣所見伝造保番上特使増衣年表、P29。ありがとうございます。